私、アニメとかゲームとか、うん、いわゆるオタク文化と呼ばれるものが大好きなんですけど、うん、ビヨンズのメンバーで興味を持ってくれる子が、あ、同じ趣味の子が、やっぱあのオタクの人って熱量がバカだから、バカですね、ちょっと惹かれるまであるんですよ。なるほど。でも先日、うん、茶の間のメンバーで私と同じベクトルのオタクがちょっとちょっと誰だ誰だ、いることが斉藤まどかちゃん、もうまどきしかいないでしょ。高瀬さんに極限状態までバッて言って、わかるって言ってくれて、でしかも作品に対して自分で解釈してるものとかほとんど一緒で、そう、すごいびっくりしてびっくりしちゃったんですよ。そうよ、こんな近くに同志がいたんだと思って。え、どこ行ったの？映画館に行ってし、キャイキャイしながら、しかもなんか同じところですごい笑うんですよ、私たち。そうなんです、一緒で完全に。なるほど。